動画の途中でまた説明入れますけれども、なんと特別クーポン実施中です。もしかしたらクーポンから通常値引きに切り替えるかもしれませんが、現状この動画を撮っている時点でまだクーポン対応しておりまして、クーポン入力してもらうとなんと、パーセントオフということで、本文説明欄見てください。でこれ対象商品はですね、なんとデルタプロ3、デルタプロウルトラ、あとデルタプロ3のエクストラバッテリーね、これも対応しております。切り替え分電盤セットのものに関してはもう値引きとしてそのまま表示させてますので、そちらをうちのオリジナルセットだからね、ご覧ください。ニット工業さんオリジナル版だから、はい、というような形になってます。これ動画の途中でまたご説明させていただきます。はい、どうも純です。今回ですね、質問がめちゃくちゃ多いですね。こちらデルタプロ3をこちらの切り替え分電盤と接続したらどうなるのかということだったり、パワースイッチキットと呼ばれるものがデルタプロウルトラと、一緒にというか、発売されていたんですよね。パワースイッチキット、ここでつながっているのはパワースイッチキットなんですけど、そのパワースイッチキットと切り替え分電盤は何が違うんだというところとかを中心にお話しさせていただきたいなと思います。はい、ということでデルタプロ3の動画を上げさせていただいてから、コメントもそうですし、直接うちの H サイト経由でお問い合わせも本当にたくさんの方から今いただいておりまして、返信をずっとこう順番に、させていただいている状態でございまして、本当にお問い合わせいただきまして皆様ありがとうございます。で質問がやっぱめちゃくちゃ多いのはですね、やっぱ切り替え分電盤についてなんですよね。で、そこについて最初に触れておきましょうか。そもそも切り替え分電盤というのは何台というところと何がついているんだというところがやっぱり分からないところみたいですので、お話しさせていただきます。まず切り替え分電盤は何かと言いますと、こちらです。はい、こちらもう日東工業さんのこの型番の製品です。これが切り替え分電盤です。ですね、電気工事店さんであれば直接自分で買えます。メーカーさんもですね、ぶっちゃけ日東工業さんから仕入れて、別にエコフローシールとかエコフローブランドにするわけじゃなくて、その分電盤をセットにして販売しているという形に現状になってますので、電気工事店さんであれば自分でデザイナーさんから買っていただくことも OK ですし、うちもですね、実はこういった形で一部製品は日東工業さんから直接、うちも電気屋ですから商社から取れるので、電気屋さんとして入れたものをセットにさせていただいているという形も実は一つ、取らさせていただいているものもあります。これが切り替え分電盤です。はい、でパワースイッチキットと何が違うのかっていうのがやっぱ一番大きなところですかね。パワースイッチキットとの大きな違いっていうのは、これちょっと正式名称と違ったら本当申し訳ないんですけども、 AC ハイパワーケーブルっていうのがあるんですよ。デルタプロウルトラには AC ハイパワーケーブルっていうのは、いわゆる分電盤から直接デルタを充電しましょうっていうやつです。壁コンセントの 100V コンセントから充電するとかじゃなくて、分電盤から炭素酸性式 200V、100V、200V を使って分電盤から直でハイスピードで充電しましょうというようなケーブルがあるんですね。パワースイッチキットっていうのは、この切り替え分電盤とハイパワーケーブル、こちらね、こんな形でセットになったものがパワースイッチキットとなっております。で値段もこれ実は20万円で高いんですよね。切り替え分電盤が確か、差額から計算すると多分11万ぐらい、定価が出てないんですよ。切り替え分電盤って定価が出てないので単体で販売されてませんから値段が分かんないんですが、11万ぐらいになるのかな、セット価格から引いていくと。ただパワースイッチキットの方がめちゃくちゃ高いんですよ。その AC ハイパワーケーブルだけは実はそんなに高いものでもない。ただこれもメーカー公式さんでは単体で売っていないという形になりますので、ハイパワーケーブルをつけてほしいなという方は説明欄にちょっとリンク1個貼っておきますけれども、うちがやっている分電盤セットの方は、エクストラバッテリーない方なんですけどね、エクストラバッテリーがない方のデルタプロ3と切り替え分電盤のセットっていうのは、ニット工業さんの盤をセットに、そのまま直接うちが仕入れたものをセットにしてるんですけど、ハイパーケーブルありなし選べるようにしてありますので、ハイパーケーブルちょっといつ入ってるか分かりませんが、一応そういったセットもうちの方でご用意させていただいております。うちも EC サイトの方でハイパーケーブル単体というのは売ってないんですけど、セットだったらいいかなということで勝手にオリジナルで作らせていただいておりますので、そちらの説明欄見てみてください。ということで、だんだんもう何言ってるか分からなくなってきている方も一部いらっしゃるかもしれませんが、とにかく切り替え分電盤というのは日東工業さんのこの切り替え分電盤です。そのままです。一般的な分電盤のマグネットを使って自動で AB を切り替える、 A が優勢になっていて A が停電すると B に切り替わるよっていうやつ、自動で切り替わるんですよ。 A の電気を検知しなくなると B にガシャンって自動で切り替わって、 A がまた電気が復活すると感知して A にガシャンって自動で切り替わるんですよ。
手動でカチャカチャやらなくてもいい、自動で切り替わる。でさらにその切り替え分電盤の横にいわゆる一般的なホーム分電盤って言って、まあ、コブレーカーがいくつかついてるんですよ。だ直接その切り替え分電盤自体がホーム分電盤も兼ねてるので 30A の漏電ブレーカーもついてますから、あの主管ね、主管ブレーカーついてますので、普通にあの1回路ごとにこう電線を挿してもらえればもう完結しちゃうよっていうような分電盤なんですよ。まあ、それがあります。まあ、本来はニット工業さん的にまあデフォルトの設定ではあの基本的に A 優先に A と B っていう切り替えられるようになってるんですけど、 A を優先する形になってますので、まあ、通常時は商用電源を使っておいて停電になったら蓄電池に切り替えますよっていうのがデフォルト設定になってるんですけど、エコフローの場合はその A、B を逆で考えて A をエコフロー優先、エコフローが壊れちゃったら B にする、もしくはエコフローの電池がなくなったら B にするというような考えなのが切り替え分電盤です。はい、でパワースイッチキットっていうのはAC ハイパワーケーブルっていう分電盤から直接入力させるための変換ケーブル、専用ケーブルですね、これがあるかないかの違いだそうです。はい、これあのメーカーさんにもう一回確認しました。値段の差もあるしね、おかしいなと思ってたんですよね。はい、まずそれがあの違いです。 OK ですかね、ここまで。はい、じゃあ、デルタプロウルトラはですね、このハイパワーケーブルを今これ使ってます。ハイパワーケーブル使って、分電盤から直接 AC 入力させてます。このケーブルですね、この左のケーブルを使って分電盤からハイスピードでデルタプロウルトラ、この奥のやつですね、に充電してます。そして、これデルタプロウルトラで作られた電気がこの右側のケーブルを通ってまた分電盤に返っていってるんですよ。でデルタプロウルトラの場合は最大7200W だったら、ごめんなさい、ちょっと違ったらごめんなさい、7000W ぐらいで充電ができます。うちは 3000W で設定してますけど、まあ、7000W 以上で充電が可能です、一気にね。だから 6kW の充電蓄電池だったら1時間ぐらいで満タンになるぐらいの計算です。出力も 6kW、6000W で出力ができるので、単純に言うとだからデルタプロウルトラは 6000W で出力ができる、で入力は 7000W 以上で入る、ですので、入力が負けることがないわけですよ。マックス 6000W ずっと出力していてもパススルーで商用電源からずっと貯めながら減らすことなく容量を保ったまま使えるっていう、だから非常時に何かあってもずっと容量を保てるっていうのが一つのメリットなんですよ、このデルタプロウルトラの場合は。じゃあ対して、このデルタプロ3に関しては最初にちょっと実験はちょっと後でやります。あのお話だけ先しちゃうと、同じようにハイパーケーブルを使って入力はできます。確か3000いくらかワットとか、ちょ覚えてたら出しておきますけど、忘れてたらごめんなさいね、3000何百ワットとかで充電できます。充電はできるんですけど、同時に出力っていうのはできないんですよ。あの壁コンセント、これね、壁コンセント、 100V の壁のコンセントからデルタプロ3に充電してる時っていうのは AC 出力ももちろん使えるんですよ。パススルーみたいなのができます。ただハイパーケーブル使って分電盤から直接ハイスピードで充電させようとすると、充電はできるけど出力は止まっちゃうんですよ。じゃあここで何が問題かって、じゃあ充電だけ別にハイパーでやればいいじゃんっていうね、お客さんもちろんいらっしゃるかと思います。なので使い方によってはそれでもいいかなと思うんですが、先ほどのデルタプロとのこれ大きな、ウルトラとの大きな違いで、これ 3600W 出力させることができます。 3600W で 3600W こうやって出力させてるんですけど、入力が AC での入力は 1400W ぐらいです。だいたいコンセントで充電できるのって 1400W ぐらいなんで、1400ぐらいしか入らないわけですよ。ってことは 3600W ガンガン使ってたとしたら入力がもう追いつかないわけです。なので蓄電池からどんどん減っていきます。だから非常時に電池がなくなっている可能性もあるかもしれない。これ使い方にもちろんよります。なのでエクストラバッテリーをセットにしたものが、まあ、エコフローでは多分あるのかもしれないですよね。いろいろ考えてたらしいですよ、この発売までに何か対策ないかっていうのを考えてたらしいんですが、まあ、エクストラバッテリーを追加してもらうぐらいしかまあないと、容量多めに持っといてねっていうね、考えしか今のところ見当たらないそうです。これメカさんと一応確認したんですけど、そんなことを言ってました。まあ、実際そうなんですよね、試してみてそうだったんですよ。要はハイパーケーブルで充電入力させちゃうと出力が止まっちゃうんで、結局商用電源にまあ切り替わるんですけど、商用電源に切り替わっちゃうよ、切り替え分電盤自体はね、商用電源に切り替わるということは、一般家庭の電源っていうのは商用電源で賄ってます。プラスアルファハイパーで入力させようとすると、例えばですけど家の中の電気が 5000W ぐらい使っていた、 50A 分ぐらい使ってたとして、さらに充電で 3000W、30A ぐらい使っちゃうと 80A ぐらい、もしかしたらですけど同時にまあ
流れることがあるかもしれない、家の分電盤にね。そうするとそこまで契約していないお宅もあるかもしれないわけですよ。60アンペアぐらいまでの契約だったら上が落ちちゃうんですよね、使いすぎて。まあ、そういったこともあるかもしれないので、ハイパーケーブル使うメリットがあんまりなくなっちゃうのかなっていう気がしてきます。だったらAC コンセントで出力を抑えて充電した方がいいんじゃないかなっていうお客様もあるかもしれない。だから気使いながら使わなきゃいけないって感じになっちゃうのかな。電気が詳しい方だったりとか節電とかそういうのを考えながら使われてる方だったら全然ありだと思います。ただ何にもわからない方で、とにかくもう動作しっぱなしにさせたい、もうほっときたいなっていう方は、まあちょっと微妙ですね。切り替え分電盤つけてやる場合であれば、やっぱりちょっと知識だったりいろいろ設定とかお客様の生活環境に合った状態でやってもらった方がいいと思うので、ちょっとほっとくわけにはいかないかなっていう気は個人的にはしてます。はい、分かる方がねいらっしゃれば全然ありだなと思いますけどね。まあ、そこら辺がデルタプロウルトラとプロ3の違いです。まあ、パススルーができるできないかっていうのは大きなところかなというところだと思います。まあ、3600W で足りる大型店もねそこそこ多いとは思いますが、まあ、そういった問題も出てきてますよと、充電問題ねが出てきてますよということです。じゃあちょっと実験してみますね。今ちょっとデルタプロウルトラにですね、これハイパーケーブルってねこれです、これ黒いとこね、この特殊な専用のコネクタ、これですよ。いしょ、はい、こんな感じのコンセントになってるんですけど、これがハイパワーケーブルです。この短いやつ、これを使ってデルタプロ3も充電が可能です。ここから先のこのケーブルに関しては我々電気屋さんが自分で作ってます。はい、こんな形でつないで延長させて壁コンセント、専用の壁コンセントにつけてる感じです。デルタプロ3はどこに挿すのかというと、背面のこの下側ですね、ちょっとこう蓋されてるんですけど、はい、ここに刺さります。こうかな、こういう横向きで、はい、刺さりました。これであとはここに電気を供給してあげればハイパワーで充電が始まります。はい、アプリの画面もちょっと共有しておきます。こんな感じで今 34% 残があって、入力も出力も今ゼロの状態になってます。この状態で先ほどのこちらハイパワーケーブルをつなぎましたので、ブレーカーの電源を入れます。こちらですね、こちらの電源を入れるとここのこっち側の壁コンセントで電気が供給されて、さっきのハイパーケーブルに電気が流れる感じです。じゃあオンにします。バン、入れました。カチャってなりましたね。はい、充電が始まりました。2000W、2700、3200、3400ワットで充電が始まってます。これはいいんですよ、ハイスピードで充電できる分に関しては全然いいと思うんですよね。3400W くらいで入ってますから、単純にエクストラバッテリーつけたとしても2時間半くらいあれば満タンになるかなと。ゼロからね、ゼロスタートでそれぐらいで満タンになるかなというところです。アプリの方も見てもらうと、入力今 3.39kW になってますね。でちょうどこの右から2番目のこのマークのところが入力になってますよね。これちなみに AC のコンセントと同時はできませんので、このハイパーケーブルもしくは壁コンセントどっちかっていう形になって、ハイパーケーブルが優先されます。両方挿してるとハイパーケーブルが優先になるという感じです。ソーラーパネルはもちろん同時充電が可能です。でこれで AC 出力をねやるとどうなるかっていうのをちょっとやりましょう。AC のボタン、こう物理ボタンでちょっとやってみましょうかね。左側の 100V、 じゃあ電源入れます。あれ、オンになりません。はい、 200V オンになりません。次 DC、 ここの端子オンになります。 DC は OK ですね。 DC は OK だけど AC はやっぱ使えないんですよ。壁コンセントからこれを使って充電してるときっていうのは、AC は使えます。さっきも言ったより AC は使えるんですよ。 200V も使えます。だから 100V で入力してるにもかかわらず 200V 出力はできるっていう、これはね面白い仕様だと思うんですけど、その分消費電力食いますのでどんどん減っていっちゃいますけどね。じゃあアプリの方でも一応ね、電源ボタンオンにしてみると、一応警告が出るんですよ、ここに。AC パワーインアウトポートが差し込まれているため AC 出力をオンにできませんというふうになってます。なのでハイパーケーブルがつながっていて電源供給されているとき、充電しているときっていうのは AC 出力をオンにできない設定に今なってますと。
という形です。ここら辺がデルタプロウルトラとの大きな違いになりますので、購入される際、気をつけていただければと思います。はい、というような形でございました。お分かりいただけましたでしょうか。ちょっと難しいかもしれませんが、多分電気工事店さんのところならなんとなくご理解いただけるかなというお話じゃないかなと思っております。あとはそうですね、質問が多いのはやっぱりソーラー入力がやっぱ多いですね。あのソーラー入力の話もすごい多くて、ソーラーってこれデルタプロウルトラは2系統入力が可能になってるんですけど、1系統は150ボルトまで15アンペア1600ワットだったかなまでしか許容してませんので、まあ400ワットパネルだったとしたら、まあ3枚とか4枚になります。4枚直列ですね。で電圧が 150V を超えなければ、電流値も 15A 超えなければ OK という形になります。なので、まあ、一般家庭で 1.5 キロとか 1.6 キロぐらいのソーラーパネルだったら入力可能だと思います。ただ3キロぐらい乗ってるお宅とか、まあ、2キロの方が説明しやすいかな。2キロのソーラーパネル乗ってるお宅だと、2キロを全部直流で接続されて1系統で今のパワーコンディショナーに入ってる場合だと許容できないです。2系統に分けて入力させれば、まあ、2キロ以上入れられるんですけど、片っぽが1600ワット片っぽが1000ワットとかとか、まあ、電圧でいうと60ボルトまでなんですよ。150ボルト対応している端子と60ボルト要は低圧で対応している端子と2種類あるので分けなきゃいけないんですよね。で屋根の上で、まあ、2キロとか1系統で入っちゃってると屋根の上で分けて2本の、あの2回線にしないといけないっていう手間が発生します。それは既存のソーラー屋さんとかに頼んでやっぱやってもらわなきゃいけないし、やってくれるかどうかはちょっとわからないですけどね。そういった注意点もある。あのこれはスマートフォンパネルつけてる時から同じようなご要望はめちゃくちゃ多かったんですよ。デルタプロに直接今例えば3キロとか乗ってて 1系統しか来てないという状態でそのまま直接デルタプロに入れたいんですっていうお話がめちゃくちゃ多かったかな。ただデルタプロはそれができなくて、デルタプロ3でもそれができなくて、ウルトラでやっとそれができるようになったという形になってます。なのでそういったお客様は、まあ、ソーラーパネルの工事を考えるんだったらもうウルトラを視野に入れちゃってもいいかなと思います。なんと特別クーポンを実施中です。もしかしたらクーポンから通常値引きに切り替えるかもしれませんが、現状この動画を撮っている時点でまだクーポン対応しておりまして、クーポンを入力してもらうとなんと、パーセントオフということで本文あの説明欄見てください。でこれ対象商品はですね、なんとデルタプロ3、デルタプロウルトラ、あとデルタプロ3のエクストラバッテリーね、これ対応しております。切り替え分転板セットのものに関してはもう値引きとしてそのまま表示させてますので、そちらをあのうちのオリジナルセットだからね、ご覧ください。はい、というような形になってますので、非常にお安くなってます。デルタプロウルトラもこれお安くないから、ね、皆さんね、なかなか安くできない製品なんだけど、今回デルタプロ3で悩まれるお客さんがまた増えちゃった。もうこれエコフローさんがいけない、マジでもう喧嘩売ってるわけじゃないですけど、エコフローさんがいけないということで勝手に売ってるわけじゃないですけど、ちょっとあのうちもクーポン対応させていただいております。だからちょっとねやっぱりちょっと悩んじゃいますよね。デルタプロ3がやっと出ていいとこもすごいたくさんあるんだけど、うーんっていうのもたくさんやっぱ出てきちゃって、ウルトラとどっちがいいんだ、パワースイッチキットと切り替え部分はどっちがいいんだみたいなね、そこら辺はあのちゃんと詳しく説明できる電気屋さんとかの取扱店さんは多分まだまだ多くないと思うので、ちょっと非常にユーザーさんが大変かなと思っておりますけれども、私も日々勉強させていただいておりまして、動画を頑張って上げていきたいと思っております。あの動画編集を今別の方にちょっと頼んでるんですよ。上げられればどんどん上げていきたいと思ってます。この動画は多分自分で編集しますので、ちょっと時間かかるかもしれません、申し訳ございませんということで、これからもですね、エコフロー関連も含めていろんな動画を上げていきたいなと思っております。まあ、個人チャンネルでありますので、好きなことをごめんなさい発信させていただくチャンネルでございますので、全然関係ない動画、車だったりあのテスラ、自分テスラ乗ってるのでテスラの話も出てくるかもしれないし、電動モビリティとかなんかどっかお出かけしてる動画だったり現場だったりいろんなことが出てくるかもしれませんけれども、お付き合いいただければと思います。ということで、ぜひあのチャンネル登録していただいて、高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、何か質問があればコメント欄、メール等でまたお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日も長々とご視聴いただきましてありがとうございました。